はい、どうも B レジェンド影谷です。イデオニューフレイバーバーン。なんとですね、ほら、真夏の追いスイカ風味でございます。でね、ちなみに真夏の追いスイカ風味、あ、そういや種も入ってたねバージョンでございます。名前が長い、いつもながら名前がよくわからない。スイカです、スイカ。B レジェンドでね、今までにこうスイカなんとかなりませんかと、ウォーターメロンとかスイカとかね出ませんかっていう話あったんですけれども、なんか皆さんがね、あの海外の製品なんかで飲むそのスイカっていうのって、やっぱりあの売り科の果物だから、なんかね、この水分なんていうのかな、スイカっちゃスイカだけど、なんかウォーターメロンなんですよ、やっぱり。あの海外のこう、あの果物とかでスイカが出てくる時って、日本のスイカほど糖度が高くないし、なんかこう、あの売りっぽいですよね。わかります、この言ってるニュアンス。なんだけど、じゃあその普通のね、あのスイカ、このパッケージのあるような、このね、本当のリアルスイカなのかというとですね、実はそうじゃなくてね、皆さん、あのアイスとかでスイカ食べたことないですかね。なんかあんな感じになってます。だから、あの普通のね、こう割ってこう食べるあのスイカっていうよりも、あのアイスキャンディーみたいな、あのスイカのイメージをしてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ実際ね、この種の種明かしもね、ちょっと実際していきたいなと思うので、ちょっと飲んでみたいと思います。いつも通り 200cc、シェーカーに用意してきましたので、早速開けてみましょう。開封の儀でございます。シャーン。はい、じゃあ開けてみます。いでよ。あ、もう今さっき言ったアイスの香りがする。見てくださいよ皆さんね、おいスイカ風味ね、種も入ってたんだねバージョン、これでございます。ほら、見えるかな、見える、見えてる、種入ってるでしょ、種、赤じゃないけどね。はい、ということで、いつも通り一緒です。これも書いてありますけれども、専用のスプーンすり切り3から4杯を目安に、150から300ミリの水や牛乳などに溶かしてお召し上がりくださいということで、普通のレギュラーのWPC と同じです。あとあれだ、スペックも言っておこう。スペックは、1食 29g あたり、だいたいすり切り4杯ぐらいで、29g になります。カロリー 119.8kcal、タンパク質が 21.2g、 脂質が 1.8、 炭水化物 3.1で、ビタミン C が 41.1、 ビタミン B6 が 1.1 ということでね、ビタミン C と B6 が入ってます。早速飲んでみたいと思います。よし、いくよ。これ見てわかるかな、ちょっと一旦入れよう。1杯、あ、わかった、こんなのに3杯4杯。よし、ちょっと待って、ほら、みんなわかるかな、ほら見て、ほらほら、わかる？あんまりやりすぎたらこぼれちゃう？ほら、よし、じゃあいきますよ。いつも通りローリングシェイクからの、ローリングシェイクからの縦シェイク、斜めシェイク、こういう斜めシェイク、8の字シェイク。はい、できましたよ。しっかりね、完熟ピンクになりましたよ、完熟ピンク。見て、ほら、もう蓋に種がついてるよ、ほら、蓋に。これか、これだね、種。ほら、でこの種は、あれ、なんだったっけ、これ種がね、カカオニブって言って、カカオニブってあのカカオあるじゃないですか、カカオをね、こう砕いたもので、で、まあカカオなんで、まあポリフェノールが入ってたりとかね、あとはマグネシウムとかミネラルとか亜鉛とか、まあ、そういったものが入ってるんですけど、まあ、美容成分にもいいですよね。だからポリフェノールだから抗酸化にもいいと、まあ、だから、まあ、スイカの種はね、よくもう吐き出しましょうって言うんですけれども、 B レジェンド真夏の追いスイカ風味、あ、種まで入ってたんだねバージョンの種はですね、飲んでいただいたらいいと思います。ということで、まあ、もう泡立ちもね、あんまりないし、こんな感じで種がね、中に見えるかな、見えないかな、そこに残るかもしれないんで、その時見せましょう。ということで、いただきます。飲んでみますよ。うん、うん、
おいスイカー、それ言わなきゃダメだよね。はい、見て見て、種残った。まあ厳密には種じゃないんだけどね。はい、まあ、こうカカオをね、皮とか胚芽とか取って、あの砕いたやつかな、スイカの部分、果肉の部分、果肉っていうのかな、果肉の部分は、あのさっきお伝えした通り、あのスイカのアイスあるじゃないですか。アイスってこんな形しちゃうと分かっちゃうと思うんだけど、あのアイスみたいな味です。はい、非常にさっぱり飲みやすい。でこれそうだな、なんだろう、まあかき氷にしたりアイスにしたりして、ちょっと濃いめにしてアイスにしたりしたらすごく美味しいんじゃないかなと思うね。はい、そのままか。